皆さんおはようございます。ここはですね、東洋高速鉄道八千代緑ヶ丘駅なのですが、今回この動画は八千代緑ヶ丘発東洋カスタダ駅に乗ってきたという動画でお届けしてまいります。この列車は送り込み回数を含めた短距離列車です。東洋高速線は運賃が高いと有名ですが、ではなぜ高いのか簡単にご説明させていただきます。東洋高速鉄道の計画は1970年代に構想され、営団地下鉄東大線の延伸路線として計画されていましたが、営団地下鉄が整備できないと判断したため、第三セクターで整備されることとなりました。現在の運輸施設整備支援機構が鉄道事業者である東洋高速鉄道に代わって建設を行い、完成後に東洋高速鉄道に譲渡するというやり方で建設されました。当時、用地取得が困難を極めたことや、建設事故の発生などによって開業が遅れ、赤字路線となってしまいました。そんな東洋高速鉄道に今回は乗っていきます。では、どれくらい運賃が高いのか、運賃表を見に券売機の方に移動していきましょう。というわけで、切符売り場までやってまいりました。運賃表を見てみると、隣の駅まではなんと210円。今回の目的地、終点の東洋カスタダまでは370円です。それでは370円の乗車券を買って、改札口の方へ移動していきましょう。というわけで、改札口までやってまいりました。今回乗車する7時50分発各駅停車東洋カスタダ駅は2番線から発車するそうなので、2番線ホーム移動していきましょう。というわけで、1、2番線ホームやってまいりました。今回乗車する2番線から7時50分発各駅停車東洋カスタダ駅は見ての通りまだ入ってきていないですね。この後7時44分頃、車庫から回送電車として到着するそうなので、列車到着するまで少し待ちましょう。まもなく2番線に東洋勝田台行きが参ります。危ないですから黄色い線までお下がりください。というわけで、今回乗車する7時50分発八千代緑ヶ丘始発の各駅停車東洋カスタダ行きが車両基地から回送列車で到着しましたね。こちら東洋高速鉄道2000系です。1番線の7時45分発の先発各駅停車東洋カスタダ行きの発車後出発となります。
次は村上です。The next stop is 村上 TR8。八千代緑ヶ丘を出てから6分、終点東洋葛西台までやってまいりました。乗ってきた列車は折り返し8時7分発地下鉄東大線直通各駅停車中野行きとして運転します。東洋高速線八千代緑ヶ丘発東洋葛西台行きに乗ってきた動画はいかがだったでしょうか。土日祝日限定で東洋高速鉄道が1日700円で乗り放題の1日乗車券が12月13日まで発売されています。普段運賃が高くて乗りたくても乗れない方も、安くてお得な1日乗車券で東洋高速鉄道沿線を散策してみてはいかがでしょうか。この動画はここで終わりとなります。ご視聴ありがとうございました。